いらっしゃいませ。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、どうぞ。なんかちょっとこの久しぶりですね。お二人なんかこう形容しがたいコンビですね。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。あ、どうぞ。なんかちょっとこの久しぶりですね。お二人なんかこう形容しがたいコンビですね。どっちですか。こちらで大丈夫です。いやいや。なんかとは久しぶり。いやそうですね。今なんか息合ってましたね。座るのは今同時でしたよ。本当そう。今気持ちよかったですね。いや本当久しぶりですか。20年ぶり。そうですね。あ、じゃあ僕の作品からチルドレンらしいんですけど、そうそう、あれから、うん、あれからってないですか。あれから全然あって、うん、あ、そうでちょっとあったか。あ、ありましたね、うん、なんか打ち合わせみたいな、はい、こんなことしようかって話であったのは覚えてるけど、うん、ね、ちょっと実演しなかったかな。そうですね、うん、あ、やっぱり嫌だったんですか。そんなことじゃないんだよ。嫌だったんですか。いや、そんなこと思ってても嫌でしょ。自分より年上の人がいると嫌なもんですよ。いや、そんなことないですけどね。まあ、いろいろあってね。あ、まあ、あ、そうか、5つぐらい違いますか、宇佐さんと年齢は。僕は81、はい、80、ね、今年1だ。8つ。まあ、8つ、うん、もっとね、80だから。宇佐さん年齢不詳ですよね。もうヘアスタイルが変わってない。ずっと変わってますよ。俺40年前ぐらいにやってるんですけど、そうそう、うん、ずっとこのままですよ。だってもうこのヘアスタイルはね、50年ぐらい前からやってるから。ああ、本当。劇団にいた頃。楽ですか。いやね、結構大変。あ、そうです、そっと、うん、まあちょっと後でゆっくり話しましょうか。うん、これね、あのカクテルを飲まうんですけど、アキラさんが飲めないんで、はい、ちょっとノンアルでここは添やさせていただきたいと思います。いただきます。嘘は飲めるんだから、ビールっていいんじゃない。後ほど。いや、ビールってオリジナルカクテルを振る舞うって言ってるのに、なんでビールが出てこないといけないですか。ノンアルって言ったらビールかなと思ったの。ノンアルカクテル。カクテルですね。アキラさん飲めないですもんね。そうなんだよ、ね、全然。昔からでしたか。昔から昔から飲めない。若い頃練習したけど、はい、ダメだった。あ、そうだったっすね。ちょっと待ってね。もうダラダラダラ。もう酔っ払ってんじゃないの。いやいやいや、今ねちょっとあの話聞きながらやってたらダラ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 、ここにちょっと色もね、うん、色もあの自分のイメージの色ではない色になってます。こっちでイメージの色。わかりました、ちょっと待ってください。なんか緊張するね。もうね、あの青とこの色にしたかったんですよ。こういう色ね。こう下が青で上がね、うん、この色にしたかったんです、うんうん、ちょっと僕のイメージでは。うーん、大失敗だな。まあでもこれいいじゃん、タイトルはですね、うん、これは太陽と満月です。太陽と満月。太陽と満月。光輝いてる。太陽と満月。夜だな。ちょっとごめんなさい、色が失敗しましたけど、うん、これはもう上が太陽で下が夜のイメージなので、うん、なるほど、はい、じゃあちょっと飲んでください。あ、いただきます。味はあのいけると思います。はい、じゃあシロップとジュースで飲まないの。2人で。あ、僕は大丈夫です。ではこんなことしたら、はい、お、いいじゃないですか。いいじゃないですか。うん、おいしい、おいしい、おいしいですか。オレンジジュース、うん、全部シロップとそのオレンジとか、うん、あのグレープフルーツ系です。
し下がシロップですけどね、うん、なるほど。一気に飲めちゃうね。これでもアルコール入れたら酔っ払いますね。酔うと思う、うん、こういうのね。下は甘いんだ、シロップは。下が甘いです。しかしすっごい汗ですね。うちの頭コアもうちょっと汗かいちゃうとさ、海坊主みたいになっちゃうってやかましいよ。本当にもう泳いだ後みたいな。ガザッと出てきたみたいな感じ。そうそうそう、ガザッと出てきた。まあいろんな話はゆっくりやってたねさせていただきます。よろしくお願いします。僕は2回目2回目ですね。そう2回目。ありがとうございます。あ、そうです。はい、初めてね。なんか初めて、初めてです。まあでもこの融合でまたね、新たな話がいっぱい出てくると思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。では武田さん、宇佐さん、はい、どうも今日はありがとうございます。じゃあ乾杯。乾杯。よろしくお願いします。お久しぶりでした。本当にあーうまい。あーまずうまい。なんかそんなのありましたね、なんかね、昔ね。まずいってのあーまずいって、だって基本飲めないですからね、ノンアルコールビールなんですよね。ええ、ノンアル飲めないんだよね。そうでしたかって感じでしたよね。昔からですか。昔から、若い頃太陽に吠えろっていうドラマでしたでしょ。だって太陽に吠えろなんて石原さんがそうそうそうビール配るっていうじゃないですか。いやいや、そんな現場ではそんなことはないじゃないですか、うん、だから僕最初から飲めませんって宣言したんですよ。あ、なるほど。だから誘わなくて結構です、ねえー、そうか、殿下飲めないんだ、じゃあ飲むときは誘わねえな、誘わないぞって言われて、うん、しょっちゅう飲んだんじゃないですか、ね、うん、まあ飲み会の好きな人は飲んでたりね、リュウさんも好きだったからね。ああなるほど、うん、もう何度かお世話になったんだけど、うん、あの東京都内のロケとかでばらけたらその後いっぱい行きませんかみたいな感じでしたよね。あ、麻布十番でばらけたとか、うん、あ、そうだね。でも石原さんはお帰りになったんじゃない。石原さんはいませんでしたね、うん、家庭の人たちっていうかね。僕はどっちかっていうと麻雀組でさ、うん、飲めない人で麻雀好きなスタッフさんとか、会社さんと一緒に回る、飲む人は飲む。地方ロケなんかたまに行くじゃない、はいはい、そうすると夜飯食った後、麻雀組と飲み会組で分かれるね。あ、なるほど。なるでもちょっと麻雀ができてよかったですね。まあ、そうですよね。何にもできなかったら。それも覚えたの、ええ、新宿でロケやってる時にね、ちょっと2時間ぐらい夕方まで、夜のシーンまで開くから、休憩ですって、はい、ね、なんか塊がどっか移動したんだよ、うん、どこ行くかなって一瞬ついていったの、ね、そしたら麻雀屋入っていったんですよ、ね、で麻雀屋ながら飯食ってるの。あ、麻雀、そうか、時間空いたら麻雀できるんだとか思って、ね、それであの覚えてちょっと本読んで勉強したりして、はい、自分で、はい、こんなことやって、ね、で徐々に覚えていって。強いですか。いやいや、まあどっちかっていうとね、大勝ちしないけど、おまけしない、うん、一番嫌われるタイプ。いや、でも一番いいですよ、そうですよ。一番相手として嫌われるタイプ。いや、でも必要なタイプなんですよ。そういう人が本当に本当にね。まあ、コミュニケーションツールとしてはいいですよね。まあ、お酒もそうですけどね、本当にロケ、地方ロケって大変でしたよ ね、 ね、大宴会で、ええ、うん、まあね、地方へ、太陽はそんなに地方へ行くことはそんなになかったけど、うん、僕はね、僕は辞めてからはなんか、うん、外国ロケとかもあったし、あ、シドニーに一回行ったか、ね、西部警察とかね、ああいうのが地方ロケが多い。地方ロケはね、あんまりなかった。石原さんのところは、うん、爆破か飲みかっていう印象です。朝でも本当になんか石原裕次郎さんがビールを新人には配って乾杯するとかいう、うん、これは伝説ですかね。伝説だろうかね。なんとかあるあるみたいな感じになっちゃってる、ね、なっちゃう。そうそうそう、もうでも地方ロケといったら今思い出しましたけど、宇佐さん、あの僕と宇佐さんは僕が17ぐらいの時にとある特撮ヒーロー番組にレギュラーで出てて、もうこの柄なんで、まあもちろんあの悪者ですよ。そうだよね。トンチンカンっていう、しかも名前のそう悪なんだけど、すっとこだったんですよ。結構すっとこどっこいなんです。それで1年ぐらいやってるんですよ。で1回だけ地方ロケ行ったんですよ。そしたらみんな大人たち、17ですからね、大人たち弾けちゃって、みんななんかもう事件起こすよなんて、あの、で、あの主人公の人なんかもうずっとヒーローやってるから、手つきもヒーローになっちゃってるんですよ。ジョー君ね、もう事件起こすから、事件を起こすからって、何が起こるんだと。そしたら、あの、夜泊まって、地方ロケで、で、ある先輩俳優がいて、まあ、先輩俳優はトイレが近いから、うん、あのちょっとトイレのそばに寝るよって、でだからジョーカーの窓際でって、うん、
そしたら宇佐さんが3階ですよ、地上3階、うん、でこうやって満月見てたんですよ、あの綺麗な満月そしたら窓のこっちからこうやって出てきたんですあ、だから窓の外こんな山でしょ、ベランダ、あ、こんなぐらいの山を伝ってこうやって出てきたんですよ、びっくりしちゃって夜ですよ、夜にこの風貌が来たらエイリアンか妖怪ですよそれそうだよね、満月が2つあるんですからねいや本当にね、じゃあ長い付き合いだ、そうなの、うん、でね、じーっと見てたんですよ、その真ん中ぐらいまで来て、うん、じーっと見て、それも怖いじゃないですか一応こうやって手振ってんのにじーっと見てるんですか酔っ払ってね、酔っ払ってますね、でガラッと開けて急にカメ、あ、まあ、カメだって役目でカメっつって、先輩がなんで窓際に先輩が寝てないんだっていうので説教し始めたんですその論理もわからないんですけど先輩は窓際だっていう奥っていうかねそうしたら説教してすっきりしたと思ったらまたガーって閉めて向こう側に去っていったんですけど、あれこっち側の止まってましたよ予売成功 しましたね、予売したんだ、ちょっとなんか付き合ってましたもんね、ちょっとやめてくれいや大昔だから、大昔だからいいけどさ、でも付き合ってましたよ ね、 だからそれもだからその予売が予売のおかげでその日から付き合ってるんですよあ、そうなんだ、いやもうね次の日見たらねこうなってんでしょ、ベランダが、よくあそこ行ったと思って、危なかった、すごい高かったですからね、いやもう正気だったらね、なんでそこ通る必要があったの、いやいや、いろいろあったんですよ、やっぱりだから予売したいからですよ、予売したいから正規のルートから行けないなって、正規のルートで行けないからだからここもう酔っ払ってるから何度もできちゃうんですよ、そうだね、もう次の日の朝見たらよくあそこ行ったなっていう、あれ人生終わってた可能性ありますよ、足踏み外したら、あれやばいことになってましたよ、予売どころじゃないですよ、本当にとんでもないことになったと思うよ、あれとんでもないよ、びっくりしたもん自分でもびっくりしましたよ、よくここ行ったなと思って、もう本当に人間って何でもできるなと思いました。まあ良かったじゃないですか。予売成功して。うるさいよ。俺だからなんか付き合ってるっていうのがちょっと噂になってて、ああその後の現場で聞いたことあるんですよ。どこがいいんですか、宇佐さんの。私も分かんないのよね。おいおい。そんな話をする番組かね。何でもいいんですよ。本当にね、唯一の仕事ロケみたいな感じだったから、うん、スタッフも。役者ももう弾けちゃって、行かなかったんだ、全く行かなくて、それが唯一の地方の時、みんな弾けちゃって、みんな呼ばれ呼ばれって、もうさっきの話じゃないですけどお酒飲む班、麻雀する班もあったんですけど、うん、監督とか作家とかね、うん、まあ僕はもう両方だから、あとプラスワンこっちもっていう呼ばれでも大体あの男たちはそっちばっか考えてた人多かったですよ、ね、若いし、若いしね、もう若い時もそうだよね、本当に好きやらばっていう、仕事の次はそれだもんね、うん、まさかアキラさんの、いや俺はそんなことない真面目なアキラさんのエネルギーが有り余ってるじゃないですか一般のその気になったらそういうチャンスたくさんあったと思うんですけど、あ、まあそうですよ、殿下ですよ、そうですよ、それはね、いやもうモテモテですよ、本当冗談じゃないよっていう本当にいろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことだ、フロンティア 363-133。 あのホテルっていうか、タイトルがパート3かなんかで初めて行ったんですよ、でジョーさんが入ってるっていうのもちろん知ってたんだけど、どっかロケのホテルでね、はい、食事してたら、まあ、あと若者が走ってきたんですよ、して大阪ジョーです、あーどうも初めましてって2人で挨拶して、僕あの芝居やってるんですけどって、もういきなりチラシですよ、あそうなんだ、じゃあ行きますよって言ったの、そしたら面白い芝居するなと思って、これから何本かね、拝見してるうちに、ちょっと俺も出てみたいな、この芝居と思って、その頃はもう生涯演技しかなかったから、僕はもともと新劇の出身なんですよ、だからもう新劇の泥臭い芝居しかやってないから、武田さん、俳優だったんですか、いやいやいや、東京芸術座っていう、ああ、バリバリの新劇ですね、まあ、もう新劇、こってこての、一番古い、はいはい、あの築地小劇場から中劇。はい
中芸になって八田元さんとかですよ、ね、うん、そこまで知らないんだけどそうなんだ鈴木田健二さんとか鈴木田健二さんね、村山さんね、はいはい、友吉さん、友吉さんの作家ですけど、そこの劇団に3年ぐらい、研究所に1年、劇団に2年ぐらいいた、それからテレビの世界、まあ、そうですよ、だから元々新劇だから、うん、そのまあテレビに出て一応名前知られるようになってからもう将軍演技ばっかりなんですね、はい、それをサンデーインニューヨークっていうのは木村浩一さんという当時の、はいはい、トップなんですか、ね、はい、井上久志さんともよく、うん、ずっとやられた方ですよ ね、でサンシャインですごいもうコメディ大コメディやって、うん、それがまあ一応評判になったのよ、うん、で気持ちよかったですね、やっぱりお笑いがねで お笑いダイレクトだからね、お笑いを取る役なのよ、表現ましたから、うん、宝田明さんと名古屋明さんの、うん、三人明です、で三人明ダブルオノである日ね、突然あの宝田さんがアドリブでバーッとなんか言ったんで、はい、そしたら思わず役者だからそれに反応して、うん、なんか答えだった、うん、はいはい、その答えにわーっと笑いが来た、快感ですか、ね、でも それも快感なんだけど、その後休憩になって楽屋に行ったら、うん、お弟子さんが来てさ、付き人さんが来て、小野寺さん、あの親父がね、あそこは受けないでくれって言われちゃった、うん、あ、ごめんね、俺ね、思わず武田さん、うん、高田さんがわーっと言ったんで、それにわーっと答えちゃっただけなんで、うん、全然何の意図もありませんと、分かりました、それで次の会の時に休憩の次の回だね、はい、同じとこだから、同じとこ来た時にバーッとアドリブ言ったんだ、はい、全然受けねえんだよ、うん、もう一回バーッと言ったんだよ、全然受けねえ、ええ、でやめちゃったけどね高田さんそれは悩ますよね、やめちゃった、これ受けると思ってやって受けないで、俺が思わず受けちゃったのがお客さんに受けたんだよ、はい、アドリブが来たから返しちゃったわけ、ね、それは受けたのね、いやでちょっとした間とかなんですよ、そうそうそう、だから狙っちゃうとね、高田さんもう狙っちゃってるから、うん、そうそうそう、で受けないのもまた不思議に思ったと思うんですけど、うん、それは本当にちょっとの差なんですよね、高田さんがバリバリの頃じゃないですか、まだね、うん、ね、もう、うん、な50年前、うん、50年の東方のほらね、あのそうですよね、歌う映画スターみたいな、そうそう、歌う映画スター一番いい、はい、ミュージカルとかねよくやってましたよね、うん、そうです、ちょっとコメディやるイメージないですもんね、だから逆に言うと真面目にやってちょっと面白いことだったのが面白いんだと思う、うんうん、と思う、だからやっぱ俺が笑い取るからさ、まあ、笑い取る役だから、うん、だから自分もやっぱり笑いていいのよ、それね、笑い取りたいなと思ったんじゃない、ね、俺も笑い取りたいなと、笑われた方が割と快感なんで、ね、そうそうそう、まあ、俺はもう台本通りで仕組みだから、あのアドリブも何もないんだけど、アドリブなんか言っちゃう、木村浩一だからさ、ああそうか、アドリブなんかめっちゃ怒られると思ってたから、台本通りやってるから、それが笑いを取る構成になってるわけよ、笑い取りたかったね、いや欲しがっちゃったんだやっぱね、欲しがっちゃいますよ、笑いね、でもね、役者の差がっていう、みんな差がですよ、そうそうそう、欲しがっちゃうんだよ、まあ、今度あのいよいよ5月末から、うん、僕ら、はい、ジョーカンパニーにお二人とも、うんうん、なりすまし家族でしょ、なりすまし家族、台本もらった、いやまだ全然内容は分かんないんだよね、はい、あのどういう、すいません、あの5月に配信なんでそっかそっか、そうか、そうか、配信 5月に配信ですけど、やばい、今、まあ、正直あの4月の後半ですけど、うん、できてないですでも交渉はもう、うん、交渉バッチリで、なんとなく今プロット段階だけども、うん、あのほぼできて、こっからは早いんですよ、全部できたら書き出せばね、書き出せば早いんです、うん、あの本当は台本読んだ後にここに来たかったんですけど本当にまあ僕ら正直だからそうかそうか、打ち合わせしたかったかないや今度の台本もすごい面白いね、やってみたけど、ね、本当なりすまし家族、下北沢小劇場 B1 5月29日から6月9日まで上演してますよ、絶対見に来てくださいよ、面白いです、面白いです、面白いです、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしく。あのこの前ね、アフロヘアしてたんですよ、ね、黒人の役でやってたんで、そうですか、1年間ミュージカルだったんですけど、新潟で千秋楽かな、それでその時にね、まあ、加賀武さんっていう人がね、ちょっと先輩だったけど、新聞紙引いて、もう座れ、これから断髪式やるからって
いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133